血管拡張因子刺激リン酸化タンパク質とは、人のバスプ遺伝子にコードされているタンパク質である。血管拡張因子刺激リン酸化タンパク質は、エナバスプタンパク質ファミリーのメンバーの一つである。エナバスプファミリーのメンバーは、N マッタに EVH1 ドメインを有し、このドメインは EDFPPPPDE モチーフを有するタンパク質に結合し、 エナバスプタンパク質が焦点接着細胞膜を標的とするように仕向ける。中間領域には SH3 及び WW ドメイン含有タンパク質に結合するプロリンリッチ領域を持つ。C 末端の EVH2 ドメインは4両体化を媒介し G アクチン及び F アクチンの両方に結合する。バスプは史上アクチン形成に関連し細胞接着や運動性において 広範な役割を果たすと思われている。また、インテグリンと細胞外マトリックスとの相互作用を調節する細胞内シグナル伝達経路に関与している可能性がある。バスプは、感情ヌクレオチド依存性キナーゼノプ化及び、PKG によって調節される。血管拡張因子刺激リン酸化タンパク質は、キッシン、プロフィリン1、PFN2 と、 相互作用することが確認されている。ありがとうございます。